太陽の塔。お腹だっけ太陽の塔って。まあいいや。あの今日はあのラジオのゲスト中村明くん最高だね。あの聞けなかった人はあの番組つるっとあの YouTube にアップされるのでそれ見てください。あの前半30分丸々アキラの面白い話が聞けるので、いやーね、ああいうこう目的目標がある人と話をするとすごい刺激になります。皆さんも聞いてて面白かったと思うんですが、俺もちゃんとしなきゃなと思った次第でございます。そんなわけで、今日ね、セッションしようぜ 1,2,3 のコーナーで、まあ言った通りなんですが、ちょっと仕事セットをそのまま今日持ってきたので、すっごい小さい仕事セット、何を持ち歩いてるんでしょうパーカッショニストっていうのはね、ちょっとお見せしたいと思います。これが今あの太陽の塔とか、太陽の塔だってろくにみたいなのがよくわかんない。これこっちだっけ、こっちだっけ、こっちだっけ、こっちか、これに書いてんだっけ。まあいいや、これシンバルなんですけど、昔の80年代のジルジャンっていう、僕エンドーズしてるメーカーのジルジャンっていう、もう刻印もう薄くなっちゃった白抜きのシンバルなんですけど、これ割れちゃったので、リベットで割れ止めをしてあるんですよ、こうやってね。でもこれが逆にいい味になって、これリベットがねシャラシャラーンっていうの、これ見えます、これ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 だと手で叩けるね。今日スタンドないから、なんだ、こう、実演ができないんだけど、まあ、こういうの。シンバルも、こういう大きいのがあったり、あとこういうちっちゃいの。これ今叩くと、こんな音ね。これもうちょっとバシャンって叩くからあれなんだけど、これちっちゃいスプラッシュシンバルっていう。これもやっぱり、ジルジャンのシンバルがあったりとかね。あとこうスタンドにいろいろ吊るすのよ。こういう。これ見たことあります？これね、どこだか外国のどこだか知んないんだけど、カウベル、牛のここにつけるカウベル、まんまのやつ、音いいでしょ、これよく使ってんの。で、さっき放送中に悔しかったのは、これね、足に巻きつけてんの、足に巻きつけてんだけど、これね、子供用のチーク玩具で、こうちょうど子供の手にこう入るぐらいでこうマジックテープで留めれるようになってて、これね、これを2つ並べて、でまあちょっと足元見えないけどさ、よっ、足元見えないけど、そうだ、これで油断したんだ俺さっきさ、よっ、これでいいか、足を今ちょっとわざと高く、ほら、くりゃ、くりゃ、これで足でベルを鳴らしてるわけ。ね。で、あとは、あ、ビーターがない。ごめん。ボールペンでごめん。トライアングル。こういうのもさっき、あ、これでやってたんだ。これはウィンドチャイムの、棒なんだけど、いろんな棒で叩くといろんな種類の音が出ますね。そう、あとね、これがね、多分チベットの楽器だと思うんだけど、よくわかんないの。革紐がついてたんだけど、革紐切れちゃって。これは、こういう丸いボール状の中に、さらに金属の玉が中に入ってる。これを、回すと、こういう感じの音がする。いいでしょ？これを回して。ね、あとこう民族品店なんだ、これアジア系雑貨屋さんとかによく置いてある、これチャッチャスって言うんだけど、こんなのを使ってて、あとは息子がね、小学生なんだけど、もう軽井沢地域クマが出るっていうの、クマよけの鈴ね、これもいい音でしょ、結構こう耳に残るいい感じの音なので、これもスタンドにいろいろぶら下げてやったりしてます。で、まあこれはいつものアルコの花粉なので、だからさっきはこれから始まり、
これをこうやって置いきの、あ、やべ、また準備が怪しい。またやり直し、こうだ。これをこうやって置きの、足で鈴をシャーンって鳴らしてつなげの、こっちに行きの、途中から足で今度リズムを取りの、下本に行きのみたいなことやりたかったわけよ。そしたらさ、途中でさ、まあいいや、もう言い訳がまし、まあそれもライブってことですよ。生放送ならではの、先週も今週も生放送ならではありましたけど、まあそういう、こういう楽器、こういうのを使って、あーと一個、これね、これなんていう、これおもちゃ、あのカタ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 っておもちゃなんだけど、これはあの秋っぽくない、カナカナカナって聞こえる、みたいな、そんなので、これをよくね、曲の出だしとか、あと中に軽く美味しいところでこう入れると、おーみたいなね、いろいろあるんですよ、楽器自体。まだあんだけど、これあの広げるとね、しまうの大変だから。まあそんなわけで、今日は僕が持っているパーカッション類の楽器のほんとごくごく一部ですが、最低限なんだけどよく使うものを、持ってきてみました。まあ要は車からそのまま出しただけなんだけどさそうです。まあこんな活動をして、あ、また要は演奏して録音してとか、あとはドラムを教えてとか、ラジオで喋ってとかで、僕は生計を立てているわけですよね。あの、なんだ、ライブやってよって言うんだったら、予算を示した上でお誘いください。あの、まあ、あの、小編成から、なんだ、営業じゃねえじゃん。これ営業のあれじゃないんだ。まあいいや、あの小編成から大編成までですね、予算のに合わせて、あなたの都合に合わせて、日本全国伺いたいと思います。そんなわけで、来週のゲストは渡辺学さん。渡辺学さんと、ね、9月の10日木曜日放送。で、放送後は、レコーディング作業、渡辺学さんのプロデュースもしているので、それのレコーディング作業があり、ライブがあり、みたいな感じです。ライブは一般公開じゃないかもしれないから、もしかしたらまあ、なんなんですが、その分あのスタジオライブを、がっつり渡辺さんに頑張ってもらおうかなと思っておりますので、皆さん楽しみにしていってください。音楽のことで聞きたいとか、あとは僕の趣味は車なので車のこととか、渡辺さんはプロのミュージシャンでありプロのカメラマンでもあり、キャンプの王様でありキャンパーね、多趣味、あ、釣りもすごいよ。なので聞きたいことがあったら、どし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 メッセージをください。おはがきをくれた方にはもれなくアクロスグッズが、いいな、アクロスグッズな、あ、俺だってさ、アクロスグッズ深澤さん俺に起こしてくんないんだもんな。これ見たらなんかくれるかな、楽しみにしてますよなわけで、今週もありがとうございました。また来週、くんごむんごお楽しみに。